皆さんこんにちは。マップカメラ YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回はニコン Z30 のご紹介ということで、こちらですね、ニコン Z30 持ってきました。人気の秘密に迫る企画ということで、今回はこの Z30 の人気の秘密に迫ってもらいますが、はい、Z30 って一体どういうカメラなんでしょう。はい、Z30 はですね、すごくコンパクトで持ち運びやすいという見た目なんですけれど、 Vlog とかお出かけのお供にぜひ持っていってほしいカメラとなっております。そんな Z30 なんですけれども、はい、まずは基本のボディの性能とかをご紹介していただいた後に、後半にはカメラ専門店ならではのプラスアルファのご提案もあるということで、はい、今回はですね Z30 に3つのレンズをつけて撮影していきたいと思います。それでは行ってみましょう。それではですね、まず Z30 の外観についてご紹介したいと思います。でこちらですね、見て分かる通り手のひらサイズに収まるサイズ感というのが特徴的で、厚さを見てもすごく薄い設計となっております。もう本当に持ち歩く時とか自撮り撮影 Vlog のような撮影ですごくおすすめしたいカメラなんですけれど、もう一つおすすめしたいポイントがありまして、 Z30 はボタン類どれも大きいんですね。あと大きいのでどこを押しているのか指で分かりやすいですし、クリック感もカチカチと押す感覚が分かるので操作系も大切にしているカメラなんです。操作のしやすさとボディのコンパクトさが両立しているっていうところがこの Z30 の魅力ですよね。そうですね、うん、あと個人的にはそのグリップの深さ、はい、あのグリップないカメラも結構あると思うんですけれど、こちらはグリップがついていて握りやすいカメラ、ね、手ぶれもしづらそうですよね。そうですね、うん、しっかり握れるとグリップがしっかりしていると手ぶれを抑えることにつながりますので使いやすいカメラです。今からですね Vlog 撮影を行いたいと思います。で Vlog 撮影にするにあたってご紹介したいアイテムがあります。それがですねこちらニコンスモールリグトライボットグリップというアイテムです。動画撮影などしやすくするグリップとなっています。リモコンなどついておりまして、このボタンでシャッターを切ったりいろんな設定を振ることもできますし、三脚などにも使えますのですごく便利なアイテムとなっております。でこちらを使ってですね Vlog 撮影も行っていきます。早速、はい、Vlog 撮影していきたいと思うんですけれど、はい、その前になんかストラップとかってそういう時って外せた方が良かったりするんですか。はい、そうなんですよ、 Vlog 撮影するときはストラップは外した方が良いかもしれません。こういう時にですね首からは外すんですけれど手でも持っていてもこのような状態になってしまうんですね。結構ストラップが、うん、なんかブラブラしちゃいますね。そうですね、どうしても。であとあの Vlog で自撮りをするのでこういう状態で、かぶっちゃいますね画面ね。そうです、かぶっちゃうので、うん、そういう時に便利なのはこういう取り外しが簡単なストラップとかつけているとすぐに取り外して使うことができるので便利ですし、ストラップ今外した状態なんですけれど外すと取りやすい、うん、持ちやすい、うん、Vlog の時は外して使うのも使いやすくなるポイントだと思います。では最初に撮影に使うレンズはどんなレンズなんでしょう。はい、こちらはですねニコン DX16 50mm F3.5 6.3 VR というレンズをつけています。 Vlog にもおすすめですし、写真を撮る方にもどちらもやる方には一番おすすめしたいレンズですね。名前にこちら VR とついているんですけれど手ブレ補正の機能がついているレンズということです。今ですねこちら手ブレ補正オフで自撮り撮影を行っております。どうでしょうか、下がゴツゴツしている場所を歩いているのでこちらですねちょっとブレが気になるかと思います。でここから手ブレ補正オンにしてみたいと思います。手ブレ補正オンでスポーツというモードで
撮影をしています。どうでしょうか、先ほどよりもすごく手ブレが、画面のブレがなくなったかなと思います。でこのようにですね、 VR 付き手ブレ補正の機能がついていると滑らかに撮ることができますので、このように見やすく綺麗な映像を撮ることができます。ではもうちょっと撮影していきますか。はい、はい、ではこのような感じで、さっきは自撮りしてたと思うんですけれども、はい、こういうふうに Vlog ってやっぱり誰かとどっか行った時の記録とかって ね撮りたくなると思うので、こういう時に手持ちで移動しながら撮影ってどうかなっていうふうなのを解説してもらっていいですか。はい、誰かを撮る時もすごく使いやすいなと思います。この Z30AF も非常に優秀でして、フォーカスを自動で合わせる機能ですね、瞳 AF が搭載されておりますので、今合ってます。はい、合ってます、うん、瞳にしっかりとついてきます。で振り返った時もすぐにピントが合ってくれるので、非常に使いやすいカメラだなと思いますね。あと動物 AF にした時はペットとかですね、動物動き回る被写体とかも簡単に綺麗に撮ることができます。じゃあ今度、はい、2人で写ってみましょうか。はい、ね、2人でこんな感じですね、うん、カチッと、あ、ワンタッチで回せるんですね。あ、そうですね、ワンタッチで、うん、おすごいすごいすごい、こんな感じですね、はい、2人だとちょうどいっぱいぐらいですね、はい、肘いっぱいのまで伸ばせば大丈夫そうですね。そうですね、うん、こういう感じでどっか、ね、旅行とか行った際にも複数人でも抑えれるという、うん、便利ですね。便利ですね、はい、じゃあちょっとそのレンズで写真も撮ってみます。そうですね、うん、写真も撮っていきたいと思います。はい、早速いきますか。すごい、はい、すごい綺麗ですね、色発色いいですよね。発色いいですね、うん、今もう設定もカラーモードとかもいろいろあるんですけれど、はい、全部オートで任せて撮っています、うん、でもすごい綺麗に写してくれるなと思いますね。やっぱりオート側に頼ってもこんだけ綺麗に撮れるっていうのはこの Z30 やっぱりこういう風な簡単な撮影ができるっていうところがいいですね。そうですね、うん、あと先ほどこれから写真を撮っていくという話をしたんですけれど、はい、切り替えがすごい便利でして、うん、こちらですね、切り替えスイッチがここにあります。ボタン一つですぐにビデオと写真すぐに切り替えられるので、あ、この時写真撮りたいな、やこの時は動画撮りたいなという時はもう便利なところです。ここでですね、今から一番このレンズで使える広い写真と望遠ですね、 50mm を使った写真を撮りたいと思います。今ですね、こちら 16mm という焦点距離で撮りました。全身を入れることができてすごく広い絵が撮れます。でここから 50mm にしてみましょうか。で 50mm の時はちょうどバストアップぐらいですね、写真を撮ることができます。あと違いとしましては 50mm を使った時の方が後ろがよりボケて撮っている人物に目が行くような写真を撮ることができます。それでは、はい、もう一本おすすめのレンズがあるということで、はい、うん、どんなレンズでしょうか。はい、こちらですね、ニコンニコール ZDX1228mmF3.5 から5.6PZVR というレンズです、はい、先ほどVlog なども撮っていたんですけれど、より動画に特化したレンズとなっております。どこら辺が動画に特化しているんでしょうか。はい、こちらですね、はい、Z30 のキットレンズにもなっているレンズなんですけれど、こちら特徴的なのがこの文字ですね、 PZ。 この PZ というものはここにも書いてあるんですけれど、パワーズームの略称となっております。パワーズーム何かと言いますと、電動でズームを行ってくれる機能なんですね。動画撮影の楽しみ方の幅が広がるレンズとなりますので、こちら使っていきたいと思います。今ですね、パワーズームを使った自撮り撮影ですね、行いたいと思います。このように今2人
入っている状態ですね。結構余裕ありますね。そうですね。でこの状態からパワーズームでズームするとこのように奥の人物だけ映して引いてまた全体入れてとか、そういう使い方ができますね。だいたいこういう自撮りをしながらズームというとこうやって手をレンズの方に伸ばして、うん、でグイグイと変えることが多いんですけれど、レンズズームだとこうやって自然に手元自分を入れたりできるので、これが手動でやってるとね、やっぱその間がガチャガチャしちゃってるから、はい、そこの映像を諦めなきゃいけないかなとかっていうのあると思うんですけれど、そうですね、うん、電動ズームだったらそういったことも諦めないでズーミングして注目させたいものにフォーカスできるということ、うん、そうですね。これは手を使ってズームしようとするとどんな感じになるんですか。こうですね、そうそうそう、こうしなきゃいけない、まあ、手が入ってしまったり、まあ、あとぎこちない、そうですね、電動じゃないからねぶれてしまったりも多いので、うん、これがパワーズームのいいところですね。はい、最大の利点だと思います。そうですね。であともう一つこのレンズのメリットがあります。 16-50mm ですと先ほど腕を伸ばした状態ですね、伸ばした状態でちょうど画面に自分がうまく入るような状態だったんですけど、 12mm になるとこうやって肘曲げた状態でも自分を入れることができます。こうですね、ずっと撮影してるとね、どうしてもやっぱり腕って疲れてきちゃうんで、そういった際に 16mm だとちょっと画面いっぱいになっちゃうなって言ったところで、その 12mm であるとね、肘曲げても入りますもんね。そうですね、なんか手持ちの扇風機みたいな感覚で楽に長時間撮影することができるので、このレンズすごく自撮り撮影にもおすすめのレンズです。今こうやって自撮り撮影楽しんでるんですけれど、はいはい、なんか動画撮影の時っていわゆるその写真撮影の時よりもなんか気をつけなきゃいけないこととかってありますかね。あ、そうですね、うん、あります、はい、まず動画撮影は結構バッテリーと SD カードの容量を多く使いますので、予備バッテリーはまず持っておいた方がいいと思います。 SD カードはやっぱり8ギガとか16ギガ、はい、あたりだと足りないでしょうね、ちょっとすぐ、いっぱいになってしまいますので、64ギガ以上あるといいかなというところです ね、うん、そうですね。調べれば何ギガでどれぐらい取れるとかって、あ、そうです ね、解像度とかによっても設定によっても変わってくると思う。そうですね、設定で大きく、うん、そこら辺はちょっと、はいはい、変わるので1回で自分の撮りたい分数とかっていうのをメドで、うん、まあ、少なくとも写真よりかはすごい容量食うよっていうことですよね。そうですね、うん、ここまでは動画をメインに撮影してきたんですけれど、ここからはプラスアルファのご提案ということで、写真をメインに撮影する方におすすめのレンズをご紹介したいと思います。それがこちらですね。こんなに薄い、見えますでしょうか。ニコンのニッコール Z26mmF2.8 というレンズです。先ほどと大きく違うのは単焦点レンズと呼ばれていて、ズームができないレンズとなっております。ズームができないと結構不便じゃないのって思う方もいらっしゃるかと思うんですけれど、単焦点の良さはですね、構えた時にいつも同じ画角で写真が撮れるので、構えてすぐに見えたものを撮れるという、より気軽に写真撮影に入り込むことができます。あとですね、何よりもちょっと見ていて気になった方も多いかと思うんですけれど、薄い、このグリップからはみ出るかはみ出ないかって結構大きな差だと思うんですね。この 26mmF2.8 はちょうど厚さがですね、グリップと同じぐらいに収まっておりまして、カバンの中に入れてお出かけするときに持つなどにもおすすめのレンズですね。持ち運びに非常に便利なレンズとなっています。でそして何よりですね、このレンズ単焦点ということで、やっぱりズームレンズと比べても画質がいいと感じますので、ぜひこれからちょっと写真撮っていってですね、写真の画質にも注目して見ていただきたいと思います。やっぱり線がすごくシャープですね、映るところが。やっぱり単焦点レンズパッと見の印象が大きく変わるので、ぜひ持って撮っていただきたいレンズですね。よく映りますね。
しかも今手軽にタッチ撮影でとかタッチシャッターってことですよね。タッチシャッターですね、うん、今使っているのが自動でピントを合わせてくれる機能は備わっているんですけれど、ここに合わせたいっていう時に自分の合わせたいところに画面をタッチしてピントを合わせてシャッターを押せるので、タッチシャッターすごく使いやすい機能ですね。次にですね、別日にも撮影した写真を見ていただきたいと思います。こちらはボートの写真ですね。水に浮かぶボートということで、水の表現非常に滑らかで綺麗なトーンが出るなと思いました。ボートの素材のですね、ペイントの部分もしっかりと描写されていて、本当に目で見たものがそのまま映し出されているような表現力を感じました。続いてこちらは蝶々を撮りました。動き回る生き物なので撮るの難しいかなと思ったんですけれど、 Z30 の AF 性能やはり優秀でしたね。しっかりと捉えることができたので、動き物の撮影も簡単に行うことができました。あとこの黄色の発色も非常にいいですね。であとは花びらも撮ってみました。非常にですね、透け感、透明感を表現することができて、滑らかに映し出してくれるレンズでした。スナップにおすすめということで、街中で人工物の撮影も行いました。こういう人工物ですね、シャープに映してくれるレンズなので、物の硬さとか反射の表現もしっかり感じることができたので、街中のスナップを撮るのにも非常に楽しいですね。もう一つ一つですね、線がしっかりと出ていて、パッと見ただけでも綺麗だなと思わせてくれる写真が撮れました。本当に撮りやすくて楽しいレンズになるなと思いました。それでは、はい、本日はこの Z30 の人気の秘密に迫るということで、はい、うん、丸一日撮影してみて、あとはいろいろおすすめのレンズも使ってみたかと思うんですけれども、はい、どうでしたか？そうですね、 Z30 本当にまず軽いので、うん、持ちながら撮影って、まあ、当たり前なんですけれど、うん、すごく楽に撮影することができましたね。色の発色もすごく良かったので、すごく画質とか色にこだわる方にもおすすめしたいなと思います。あとは Vlog 撮影もね。そうですね、うん、動画の撮影も楽しいカメラですから、はい、ぜひトライポッドグリップと一緒にですね、使っていただいて、Vlog 撮影も楽しめますのでおすすめです。やっぱり操作系、すごく見やすいなとか押しやすいなと思ったんですけれど、実際使ってみても良かったですね、うん、操作感すごく切り替えも大きく分けられていますし、もうあと写真と動画の切り替えの話もしたんですけれど、もう簡単に切り替えて分かりやすいので、初めてカメラを使う方にも撮影に熱中できるカメラになると思いました。それが人気の秘密ということで。そうですね、うん、はい、最後までご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。今回ご紹介しましたこのニコン Z30 とレンズやアイテムなどですね、概要欄に詳細記載しております。ぜひご覧くださいませ。マップカメラ YouTube チャンネルではこのようなカメラのご紹介や新製品の速報、あと季節の撮り方などですね、さまざまなコンテンツで皆様をお待ちしております。ぜひチャンネル登録お待ちしております。ニコン Z30 ですね、欲しくなったよとかよくわかったという方はですね、ぜひコメント高評価お待ちしております。またですね、マップカメラ公式 LINE アカウントでは皆様のお友達登録お待ちしております。 ID 連携もすると ね、 そうですね、よりお得な情報が届くということで、皆様ぜひお友達登録と ID 連携お願いいたします。お願いします。マップカメラが運営するフォトシェアリングサイト everybodyphotographer.com では皆様からの写真のご投稿お待ちしております。今回のね、ご紹介したこの Z30 でもね、はい、もし欲しくなったっていう方でね、はい、写真撮ったよという方ぜひご投稿いただいて、私たちもそういった写真見たいので、ぜひよろしければご投稿お願いいたします。お待ちしております。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。